ました。え、本当ですか？はい。さっきのにちょっとまだこの前を喋ってた話、うん、言うの忘れたんだけど、あのチャット GPT は要約がうまいって思ってる人多いと思ってるんですけど、長い文章を要約してくれるって、だけどそうでもないっていう感覚を、うん、私はなんかちょっとあんまり確かめてないことないんで、うまいかどうかあんまりうまくないって見てるみたいですけど、小原さん、はい、どういうところが論理的じゃないってなんか前おっしゃってたよね、うん、でもこれって私がちょっと購入した AI、うん、そのチャット GPT を説明するみたいな雑誌で見た、うん、垣間見た知識ですけど、うん、論理的な思考はできないって結構一般的な知識じゃなくて、チャット GPT が論理的には当たり前ですけど、はい、うん、論理的な一貫性とかそういうものは見ることはできないってちゃんと言われてますよ、ね、うんうん、あ、もう言われてる？その雑誌で私見た気がする。つまりその言葉の次に来るものしかある種見れないし、近くでしか判断してないし、全体の頻度でしか重要性を見ることは多分できないですよね、うんうんうん、でも重要性って頻度じゃないですよね、うんうん、だからなんかこう私も自分のことを客観視してこの2週間ぐらい見てたんですけど、あ、そういえば予約は絶対やらせたくないし、時間の無駄だから、で、あと論文書く作業も時間の無駄だからやらせないし、あの最初から書かせるとか私の場合は嫌で、あとはなんかこう趣旨とかが実は織り込まれたステートメント的ないろんなオケーションで必要になる、そういうまああるじゃないですか、趣旨書とかもそうだけど、なんかステートとかなんかそういったまああの書類もすごく向かないと思ってて、作成もだと要約はなんかみんな要約できるって言うけど、それって何なんでしょうね。法律の文章とか500ページあるものを25ページにするっていうのは、そしてその中のキーワードで拾い集めて、そのこういったね、キーワードのやつだけ拾ってきてはできますよ、うん、それを予約っていうなら、うんうん、でもなんかほら我々の世界で求められる予約って自分の論文の予約だったり、うんうん、とある論文のボリンジャーの予約だったり、例えば、うん、やらせてみても、はい、自分の論文が一番わかるけど、うん、全然使い物にならない、あ、なるほどね、予約ができるから、うん、そういう意味では予約は全然してくれないっていう、そういう視点で言うとどうやって予約してるんだろうね。何を拾って予約してるんだろう、ちっちゃくしてるだけですよね、うん、どこ拾って予約してるんだろうね。キーワードですよね、キーワードを拾って、うん、キーワードの識別は、キーワードの識別は頻度というのがありますよね、基本的にはそうですよね、一般の文章に出るものとの差みたいな、いうところで典型的にはやられてますよね。なるほどね。でそれをつなぎ合わせると、なんて言うんだろう、こうその分野についてある程度先に、知識がある場合にはもうキーワードをつなげただけで全体の論理が見えるって意味では解釈できちゃうんだけど、初めての場合の要約は確かにうまくないかもしれないですね、まあ、人間があの想定しているというか求めている要約とはちょっと違う、要約の定義が、要約の定義ですね、おさんさん言ったように、うん、違うんだと思います。要約って キーワードを並べて、うん、分かる人にはそれをつなぎ合わせれば勘がいい人はちゃんと分かると、全体の内容がぐらいの感じで、要するにこれを公式に提出できる類の要約っていうのとは違う、だから私的要約にはすごく役に立つと思うんですよ。私的？あの、公的に対して私的、プライベートなっていうか、全体をこう、まとめて教えてっていう時には使えるけど、それをまあ外に出すみたいな、類のがっつりした要約には向かないとは確かに思いますね。あ、そうですね。要約の、ね、定義はやっぱ違うんだと思うんですね、AI が言っている。うん、それもまあできるように、その論理性みたいなのもできるようにはなってくると思うんですけど、これから。あと多分そもそもの投げる文章の量もそうだし質、うん、例えばその私が読みたいボリンジャーだとか、はい、オスグッドとかの論文を切り取って入れても全然予約してくれないどころか、何の趣旨もわからない、私がバカなのかな、わかんないけどわからないんですよ。だからキーワードで読める程度のある種の量だけで押してくる文章の質だったら AI は予約が得意かもしれないけど、その文の質自体がすごくギュッとしてて、よく読まないと意味がわからないものはやっぱりよく読まないと意味がわからないっていう、そういう感じはあったり、逆もしかりで、そういったものを世に提供したい場合には自分でしっかり考えていった方がよっぽど早いっていう感じを得ている。はい、要約のちょっと意味が変わってくるのかもしれないですね、これからね。だから、まあ、よくも悪くも。そうか、そういうことに、でも私 も、ね、これ気づきました。なるほどね。だからギュッとちっちゃくするっていうのは、
とても不得意だなと思ってて、内容だけを密にして、で、あれって思ったんですけど、最近リキャプチュレート、なんかあの動画、なんかシリーズものの、なんかほら、ドラマとかのパタ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 って、いろんなこんなことがありましたって、結構過去から現在遡ってガチャガチャやる一個にまとめた動画あるじゃないですか、リキャップって書いてある、あれもう実は AI はあんまりできないんじゃないのとか思って、要はああいうことかな、なんかこうなるほど、ね、感情のリンクだったり、論理的な一貫性だったり、思考的な何か一貫性が走ってるものを読み解く力が全くないから、多分動画のレベルでもあれは上手にできないんじゃないかなって思ったり、私このね、井の端の YouTube の回を何回か、その要約させたことがあるんですよ、この URL だけ与えて、はいはい、バーって出して、それもチャット GPT でできるから、できますね、でそれでやったら、まあ自分は知ってるから話を、という前提で見ると、なんか こんな短い文でまとめてくれたんだみたいな感じで、分かる人には、すごく分かりやすいですよね、だから初めての人にはやっぱキーワードが並んでるような感じなので、そんなにやっぱり中見てみないと分かんないかなみたいな感じの結果にはなったりしますよね。まあ、一回これ出してみます？私それやったことない。やってみると、でもそれすごい AI 通の人から言わせるとよくやるオフみたいですね。なんかどこにその内容があったとか、この動画の中でどこ見れば私の知りたいその PC の知識とかそういうのがあるのとかっていうのは、まあ、やると皆さん使われるみたい。でもこういう動画の面白さって全体の話の流れじゃなくて、なんかすごいもうこのフレーズ面白いっていうのがね、こういうのの面白さだと思うんですけど、もう今回ね、小笠原さん、私横で聞いてて、すごいいいワードをいっぱい散りばめてくれた。本当ですか？はい、本当に？本当に。もう私本当に嫌で今日、なんかすごい人ばっかり来て、なんか私が何を AI のね、専門家でもないし、まあ専門家としては AI っていうのはまた話は別になっちゃいますね。そうか、まあ使い、ヘビーユーザーとして、ヘビーユーザー教員で、はい、見ているっていうような意味で。ね、いやそれはでも本当すごいいい言葉いっぱい使ってくれましたよ。あ、本当ですか。で、小笠原さんはまだお若く、これから将来がたくさんあるんですけど、どんな風に今から展開していきたいですか、ご自身の研究とか。どんなことをしゃべる、研究もそうだし、まあ大学人というか大学で、まあ、教育に携わるものとしてとか、学部長を目指してるとか、学長を目指してるとか、まあそういうのを含め、ちょっとその辺の話を今回伺いたいなと思って。あ、そんな話になるんですね、今日。はい、これ研究としては何やりたいですか、次のテーマ。まあ今はね、博士論文仕上げるっていうのが一つ大きな、ね、はい、まあ多分ご自身の課題としてあると思うんですけど、はい、まあ、例えばそれ一旦終えてその先とかって何か考えてらっしゃるんですか、何やりたいみたいな。はい、はい、というか、博士論文がちゃんと終わった暁には、いやこんなにね、博士論文レベルというか、そこの段階で、自分が最後本当に興味があったことまでつなげて言えそうな今兆しが見えてきたんですけど、そうなるって昔は思ってなかったから、なんでしょう、趣味の領域と、まあ、学問でやらなきゃいけないっていう感じで、なんかこう自分のことを苦しめていたところとすごく遠かったんですけど、今はなんか結構近づいてきたんで。それは趣味っていうのは英語愛、イギリス愛、そうそう、英語愛、イギリス愛とか言葉遣い愛、今どういう意味で言ったみたいな、その興味までつながってきたから、なんかやっぱ博論が終わったら、それをまあ切り売りじゃないけど、ちょきちょきしていろいろと一個ずつ広げて、何かどんどん、ちょっと私ここまでの著作がすごい少ないので、ずっと考え中がすごい長くてですね、はい、アイディアはいっぱいあるわけね。いや、アイディアっていうか、今まで漠然とした興味だったものを、が文字化されるから、そこから一個ずつ広げたいなとか、研究としてはそういうふうに思っています。なんかちらっと具体的にどんな話かって、ちょっとネタバレ、差し障りのない範囲、差し障りの、いや別に差したネタじゃないのにね。そんなことはないですよ。そんなことはないと思いますよ。一つはでも、なんだろうな、さっき言ったちょっとキャンとかクドとか、ただ先生にもう先を、もう大きく先を行かれてしまったので、もう私のすること何も、英語の思考法、英語の思考法、もう私あれ座右の方向性で、
あれ大好きな、売りたいというかあれが大好きなんです私、うん、英語の思考法。ああちょっともっと、英語の思考法皆さん読んでもいい。やでも私本当どの学校でも勧めてて非常に行きたいから、だって読まなきゃいけないと思うから。本当に絶対そうですよね、うん、で私あれですよ、授業の開始の4月と9月の最初、英語の思考法ですよ。本当ですか。イントロおで英語の三大原則を教えてから入るんです、はい、おで本当に素晴らしい。ポジティブにつながる、うん、対等だと、あとは、はい、一番最初の独立のね、はい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 、この尊重っていうところで、うん、あれをやってないと、まあ、意味ないだろうぐらいに思ってるので。最高のプロモーターですね私、はい、すごいですね今全然にあの仕組んでないで始めたんですけど、本当にやってるからそうそう、あれ大事だと思ってあれだけど大事だと思ってるんですけど、うん、ちょっと悔しいの、ね、悔しい、悔しかった先書かれたみたいなね。いやいやいや、そんな、それはいいんですけど、うん、ただキャンとかね、クドの話は、うん、というかもうここで喋っちゃってるけど、はい、あれはちょっとやられた感じがすごく。あ、そうなの。はい、いやとにかくなんか、うん、中高で英語が好きだったにもかかわらず、うん、全然教えてくれなかったことっていうのがたくさんありまして、まあそうね、でしかも結構人生の後半で知ったような英語の言葉遣い、人生の後半、今までの、ね、今までの、でももう、はい、差し掛かって、うん、はい、なんかちょっと待ってくれよっていう感じのことが多くて、そういったことをなんか届けられたらいいのになとは思います。そのあまりにも変わってなさすぎじゃないですか、教科書の内容。ちょっとやばいんじゃないかと私は思って、あんまそういうこと言わない方がいいか。いや、そんなことないですよ、うん、でもやっぱり学校の教育現場でやる制約がやっぱりあって、そうですね、それが採点もしなきゃならない、評価もしなきゃならないっていう制約の中であるから、うん、うん、確かにだいぶね、ファンクショナルな方向性も、うん、出てきましたよね、うん、少なくとも上からのお触れとしては出てはきてますよね、うん、どれくらい反映されてるかっていうのはあれですけどね、うん、そうね、だからまあ英語の思考法はあの文部省検定教科書ぐらいにしてるね本当ですよね、本当に本当だよ、すごい、うん、え、もっと言って、もっと言って、それ、いや、もう学生に言ってるから、はい、そうだ、そう、学生にこういう本があってねとか、うん、はい、言ってるんですけど、じゃあまああれを上回る本をもうどんどん書いてください。だから私またほら視点が小さいので一個しかできないから、だから、いやだけどね、ひたすらクドについて書こうかな。小松さんはね、その小さい視点の深さがすごく熱量がある深さなんで、いや、そこはね、もういくらでも広げる余地はもうこれからあると思いますよ、うん、いいですね、あったら、うん、そうですね、そういう言葉遣い、うん、とか興味があるし、うん、あとは教育と関連させるのであれば、うん、まあ、研究者はこれぐらいでいいですか、ちょっと私もまだ、いや、何でもいい、地図が広がる、はいはい、うん、だ教育は、うん、やっぱ AI のことを考えていかなきゃいけないなとはすごい思ってて、うんうん、今ちょっと実践してちょっとうまくいき始めてるのが、うん、やっぱ AI と人間の違いってものをよく分かる4年間にしなきゃいけないと思ってるんですよ、うん、あの外に出てパッと AI の AI をちゃんとなんていうかな、うまく使えるねって思える人材を育てるにあたっても、うん、AI が何するのかと人間が何するのか、はい、よく分かってるようになる必要があると思って、はいはい、で最近やってるのがちょっとドラマ見せますね、うん、でそこでなんてことないセリフ、例えばまだあなたが若かったから言わなかったのよって、若かったじゃない、いや、ちっちゃかったからねって、うんうん、で本当のセリフは That's because you are young なんですけど、うん、でまだ若かったからって字幕が出てるんですよ、わざと字幕のまんま黒板に落として、うん、カッコで制約をつけて、うん、何使ってもいいからなんとか埋めてみてとかってやると、はいはいはい、うん、結構出来上がらないんです。あ、そうなんですね、もちろん字幕が気が利きすぎてるっていうところもありますけど、なるほど、うん、でも That's because you are young じゃなくて、うん、まだ若かったからに引きずられて、うん、絶対スティール入ってくるんです。ああ、そうか、うん。うん。なるほどね。うん。うん。うん、めちゃくちゃ高度な授業ですよそれ。あ、そうですか、なかなかね、本当にめちゃくちゃ高度、先生そう言ってもらうと超嬉しい超嬉しいんですけどこれ、はい、ここまでで一番嬉しい、すごい生の、はい、生のね、本当に英語を、うん、書き込め、答えとして出せ、うん、みたいな、それがなかなか出ないってとこが面白くて、うん、なるほど、出なさそう、うん、なるほど、そこがあ、すごい学びになってると思って、なぜスティールは、まあ、入っちゃったのは確かにまだがあるからだよね、はい、でも本当の英語だと入ってないのは別にそこで継続性強調しなくてもいいよねとか、うんうんうん、普通の言葉遣いだとまだちっちゃかったからねっていう時は、まあ、リトルよりヤング使うとかそういう頻度の問題にもなったり、うん、いろんなことを一斉に教えられるし、うん、なんかとてもいいんですよ。なるほどね。それがあの、うん、今ちょっと出だしとして今期はそんな試みをしてる。そうなんだ、はい、もうなんかまさしく AI 時代の英語教育、うんうん、ね、
もうね、考え始めてるっていうか実践しなきゃなって、うん、始めてるっていうか、むしろね、世の中は AI を使ってどうやって英語をなんか作ったり勉強したりするかっていう方向いってるけど、うん、そうじゃなくて AI 時代で本当に生身の人間がやる英語教育ってどんな意味があるかっていうことの、うん、もう本当最先端を、いやいやいや最先端じゃないけど、あんまり言ってないもんだ、そういうこと、あ、そうですか、うん、だからそれぐらいやっぱ熱量を持ってやってる、少なくとも大学教員で、ね、中高の先生だったら、まあ、ひょっとしたらあの毎日の、ね、子どもたちと接してるからあるかもしれないけど、うん、なかなかないんじゃないですかね、うん、でも全然よく見ると違いますよね、 AI が紡ぐ言葉遣い、会話の仕方、はい、なんか英語って私勝手にポジティブ領域に入れてるんですけど、うん、一言会話多くないですか、ニューとかニューシャーツ、ニュージョブとかニューヘアとか、これって結構ポジティブな言葉をかけることが多くて、なるほど、うん、ニューが結構多いんですけど、はいはい、ニューシャーツ、ニューシャーツ、ね、ニューヘア、なんか、うん、そうやって人の見た目をポジティブにかけ、うん、なんか声をかけてつながっていく、はい、で一言なんですよ大体、うん、はいはい、それ AI やるかなって思うと、ね、ちょっとやらなそうだし、うん、余計なこと言うんですよ、なんかニューはね、それを手に入れたプロセスの話につながりやすいから、ね、あ、確かに、だからやっぱり展開を想起させるようなことが、うん、確かに AI にどれぐらいできるかっていうと、やっぱり人間はやっぱりそういう習慣があって、うん、今まで見なかったそのシャツはどうやって手に入れたの、うん、どんな好みで買ったみたいなね、なるほど、会話の展開できるし、うん、あとはただなんか褒めてるの延長だったりもしますよ ね、うん、ね、気づいてあげてるよっていうことの、で勝手にポジティブ領域に入れて説明してるんですけど、はいはいはい、ね、うん、そういう一言会話の面白さとか、逆に一言で言った方が決まる時の方が多いじゃないですか、なるほどね、うん、多い気がする。ですよね、うん、あの会話の答え方も How are you? って言って I'm fine, thank you, and you って絶対まだ Good とか Not bad とか、まあほとんどなんか会話の相槌も Great とか、ね、うん、Good とか Good here とか、うん、超短いっていう、はいはいはい、そういうところにも目を向けたいし、なんか、はい、絶対紡がないやっぱり、うん、言葉っていうのがあるなと、人間には。面白いですね。木村さんもあの3ワーズのやってましたよね。やってましたね。3ワーズのフレーズ、うん、語なんか3語とか5語ですって、あ、やってましたね、うん、あ、やってました、英語の思考の影に隠れて、はい、あれはね、今せっかく先端の機会ということで、あれはね、あの震災企画だったんですよ。あ、そうなんです、震災企画 で震災直後に英語の方に来られて、はいはい、で、あの頃ね、ちょっと話全然こう小笠原さんが飛んじゃいますけど、優しい日本語とか、うんうん、なんかその覚えてます、時代になった時に日本人も、日本に住んでいる日本人も日本語非母語話者もどうやってその非常事態をあのくぐり抜けていくかっていうような、うん、まあ言ってみればサバイバルの企画だったんですよ、うん、それでああいうちょっとはしたないことをやってしまいました、うん、いやいやいや、はしたなく、すごく覚えてます、書いてる途中のところを陰性として聞いてたような気がする、あ、そうなんですか、はい、はい、その頃だったんですね、はい、いや、まさにサバイバルイングリッシュみたいになって、単語とか1語で気の利いたことを言えることってありますよね、そう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 、むしろ説明できるよりも、むしろネイティブの絵から聞いてるとほとんど、うん、そうですよね、そういう感じはしますね、うん、なんかちょっとあれ、これはもうあの裏話ですけど、はい、当時あのここでもたまにあの話題になるアッシュ・スプレッドベリー、イギリス人 で、うん、で彼にも結構考えてもらってたんですよ、うんうんうん、なんとか3語で言えないみたいな、うんうん、でそれはね結構面白いらしくて、これなら3語で言えるな、で我々が考えるとやっぱり英語のネイティブが考える3語と、うん、ちょっとやっぱりセンスがやっぱ違うので、うん、本当に、うん、あれもまあ面白かったですけどね、プロセスとしては、今日まで4回小笠原さんにお話を伺いまして、はい、あ、なんか終盤ですか、はい、あの実はあのサムネイルのこの、うん、テル、あ、サムネイルに入れる目立つ文字が、もう浮かんでくる人なんですよ、この方。ああ、そうですか。この回はこのサムネイル行こうって、私聞きながらサムネイルが浮かんできたの。いやー、もうだから聞きながら編集のこと常に考えて、ここで切れそうとか、ね、これまた別の AI 搭載されてるみたいな、すごいですよね、すごいことになって。いや、これよく本当ただ飲んで喋ってるだけなんで。編集の役ないんで。いやー、違うんですよ。すごい、いいワードがすごい多くて。あ、そうですか、よかった。うん、まあ、ちょっと正直期待以上でした、うん、え、本当ですか、はいはい、私もあの小笠原さんとね、話す機会しばらくなんか何でもなかった気がするんで、うん、久しぶりにそうです、ね、こういう形でね、はい、お話できるとは思ってなかったっていう感じで、はい、本当になんかすごいつながり方で、はい、なんかな、ね、かなり前には予想もつかないような、うん、そうだよね、はい、そうですね、こことここ、こことここはって、ね、もまさかここで先生方が同じ職場になるとは思わないし、まあ、それもそうだしね、そう、あ、すごい、そうやって見てるとね、私から見るとそうだし、そうですね、このつながりは、あ、そうだ、はい、
楽しかったですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ご活躍をお祈りしております。お祈り、お祈り、文化お祈り、大体嫌な時来るから。違う、違うコンテクストでよろしくお願いします。言葉に、はい、文化学園大学のね、はいはい、国際文化学部、国際文化学部のなんかいい学校だなって松田さんの話聞いてて、はい、はい、と思います、ね、非常にあの中心的な、ね、ところにありますので来やすいですね。すごいところにあります。すごいところに、実は渋谷区なんですよ。あ、うん、最寄り駅が渋谷区。そう、勝手に表参道な気分。はい、そうです。最寄り駅渋谷、最寄り駅新宿なのに、うん、あの住所が新宿、あ、新宿じゃなくて渋谷区で、で本当に裏側にはもう代々木っていうか、はいはいはい、すぐ近くなので、うん、本当にいいとこですね。いいとこですね。なんか空気の良さを感じますね。うん、またじゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。